どうも石井です。さあ本日の怪談を浴びる会のゲストは来ていただきましたノンスタイル石田さんです。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと到着2分で撮影させていただきますけど早いですね。いややっぱこれ実は台風の日の朝なんですよね、はい、で石田さんがすぐフジテレビに行かなあかんということで、はい、ギュンギュンでギュンギュンですぐつくやいなやとこのことすいません、あずそのあずで行かせていただいております、はい、今回はちょっと漫才師ジャケットちょっと捨てていただきまして、捨てて、はい、もう本当に人生で一番怖かった話を皆さんにしていただいてるんです。はい。一番もう入ってくれます。いいんですか。僕ずっとこういう怪談の仕事みたいな怖い話をするっていうのは、はい、断ってきてたんですよ。大丈夫ですか。まあ、それには全然こう理由があって、子どもの頃に経験した恐ろしい体験があって、で怖すぎて誰にも言えなかったんです。え、これライブとかでも言ってないってことですか。ってずっと言ってなくて、ある日その階段の仕事が入って20代後半ぐらいかな、はいはい、もうゴリゴリ漫才師として名上げてる時ですよね。もう M1 優勝するちょっと前ぐらいかな。 そうですね、でその話さなあかんのが来て、はい、怖い経験なんかそれしかなかったんで、でもめっちゃ話したくなくて、なんか分からんけど、はい、話したくなさすぎて、でも話さなあかんっていう状況になって、まあ言うと別に期待もされてないから、ひな壇あるじゃないですか、このただボコボコ、はい、中空洞の椅子がボコボコってこう、で重なってる、その 2段目の方にこう上段で上段の方でこう順番を待ってて、でその時の経験を話し出した瞬間に左足が痙攣し始めたんですよ。もう完全に止まらんくて、なんかもう貧乏ゆすりみたいな、もう貧乏ゆすりのもう激しい版になって、もう周りも音もうカタカタ鳴りすぎやろぐらいなって、うわ怖っと思って、でまあこう話し終えた瞬間この痙攣は収まったんですよ。で収まって、ああとりあえずよかったと思ったら、その日のアンケートってあるじゃないですか、アンケートに何枚も石田さんが階段を話し始めた瞬間、椅子の中から手が出てきて石田さんの足を掴んでたのってあれは演出ですかっていうのが、こうされてたの、そうっていうのがあって、それは、はい、その元ちょっと急にですよ、これほんまに超、うん、超高級スタジオなんですけど石田さん来てからな、何これ、なんかね、ミシミシミシバシバシ言ってますね。その前もちょっと撮影してたんですけど、うん、マジでこんなこといやこれだからね、ほんまダメなんですよね。これは、うん、そもそもなんですけど、はい、その体験っていうのは、うん、どういうものなんですか。何歳ぐらいの時の。ほんまに子供の時に、これ何ね、何急に。いやこれはほんま多分ダメなんやと思うんですよね。止まるでしょ、うん、あー怖い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 、これ何の音マジでさっきはなかったよな、一回も。え、その何歳ぐらいですか。ほんまに小学校の本当低学年から高学年になるあたりですね。お家でですか。スクラップ工場
車をスクラップするところに遊びに行ってしまったことが経験の発端というかね。でもこれはほんまね、話さん方がいいですか？いい気がする。ちょっとこれでもどうしよう、この動画どうしようこれはどこで喋ったことがあるか、そのライブだけですか？そう、もうそれ以来もう怖くなって、さらっとせると、あのほんまに怖いですよちょっと嫌だと思うんですけども、はい、もうギリギリ喋れる範囲やとどんな感じなんですかね、そのお話っていうのは。まあ、スクラップ工場に遊びに行って、親戚たちとで、まあ普通に何の気なしに遊んでたんです。なんか車がそこら辺にあるのでね、潰されてるやつもあれば潰されてないやつも、うん、あ、そういうのを工場見学的に遊べるみたいな。いや、なんかその知り合いのみたいなのところやったんで。あ、一番楽しいですね。そうそうそう。で、親たちはなんか違うことをしてるんで、その間こう子供たちは自由に、そう、車に乗り込んでみたいな、遊んでたんですよ。まあ、スクラップ工場なんかもう定かじゃないです。とりあえず車がいっぱいあって、ボロボロの車がいっぱいあって、でそこに行ってて、で何も知らずにこう車でこう遊んでたら、なんか急にそのあれあるじゃないですか、そのクラクション、あのワイパー水ピャーってなるやつあるじゃないですか、はい、僕触った覚えがないんですけど、急にサビのような、サビ、うん、もう錆びてるような、もう茶色のような赤のようなやつ、はい、バシャーって窓にバシャーってかかったんですよ。うわーってなって、スクラップですもんね、うん、そうエンジンとかがかかるわけないですよ、そうプシャーって出てきて、うわーってなって、みんなで逃げてって、でその日からその車に乗ってる家族の夢を見るようになったんですよ。全然知らん家族のを夢見るようになって、でそれがその人たちの生活を夢で見るんですよ、この車での生活を。はあ、そのドライブだとか出勤だとかの。そうそうそう。で、ある日その車が事故を起こすんです。はい、事故を起こす夢を見た瞬間、あの窓にパシャってなったのが、僕は見たのは外から出たやつやったんですけど、僕の映像からはこっちからパシャってなるっていう夢を見て、ブワーって起きたんですよ。怖っとりあえず、おお、そうそう、それがあって、でもう起きるじゃないですか。起きたらその時、まあ前の家やったんですけど、その襖に、あれ、こんなシミあったっけっていうのがちょちょちょんって赤っぽい茶色っぽいのがあって、はあ、えってなって、でももうそれから夢は見えひんくなったけど、どん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 それがこう、そのシミが増えてって、偶然なんか知らんけど、 何かは分からへんけど、どん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 あの時を思い出すようなぐらいのサイズにまでなって、
で、まあ、これはあかんなっていうので、はい、そこはもう出たんですけど。でこの話をしたらライブでグーってなったって。そう、でもこのその家族の最後の、あ、手しびれてきた家族の最後のそのドライブの話を細かく したらなんか止められてる感じになったっていう。ちょっとこれはどうしようでもまあこれだけでも十分やもんな。もうちょっとあんま内容は。お祓いとかって行ったんですか？いや、その時はもう全然行かへんかったけど。スーパースターほど、そういう体験多いんですよね。ああそう、この周りでスターやなーっていう、いろいろいるじゃないですか、うんうん、アクトスターもいるし、うんうんうん、シンガーとして、うんうん、マンスターじゃないですか、うん、漫才スターやからありますよね、多分。うんね。でもほんまにこう今もやっぱり、あ、言いたくないなってずっとなんか。いや、でも十分です。ちょっとあ、いけそうって時は多分現れないと思うので。うん、もうだからテレビとかでももうできないですよね、さすがに。この話はあ、もうどこでもする気ないし、吉井がこの声かけんかったら一生どこでもせえへん。うわぁ、ちょっと申し訳ないっすね。でもなんかうちのチャンネルの視聴者さんが、うん、そう、でも YouTube って結構上げ足取ったり悪口言ったりアンチのコメントがあったりするじゃないですか、うんうん、マジでないんですよ、マジでなくて、うん、なんか例えばちょっと毎週神社に手合わせに行ってるんですけども、うん、そんなことがあった方に何も起きませんようにって今日から手合わせますねみたいないい人、いい人だからみたいな人ばっかりなんで、ちょっと石田さんが、石田さんそうか、毛が多いですもんね。多いねその一回だから、その見てもらったことがあるんですよ、大人になってからね。ちょっと待って、それ日本で目でいけるんちゃいます？日本目また別の話あるんですか？あ、あります、あります、はい。あ、じゃあちょっとそれか簡単にいいですか、見てもらって。骨折13箇所やってるんですけど全部右半分なんですよ。え、なんで？で、俺は絶対何か悪いもんがついてると思って、はいはい、で、見てもらいに行ったんですよ。ってなったら、いや、悪いもんがついてないです、ただ石田さんには屈強な守護霊が左側についてますいや右守れよ守備範囲が屈強なら右守れよっていうふざけた話が左利きなのかなあー、よかった、はい、今のでちょっとっ怖いの一旦あ、よかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでちょっともう二度と聞けない、石田さんの恐怖体験でした、はい、すいません、ありがとうございます。このチャンネルの、チャンネル登録、グッドボタン、あとベルマークの通知のやつよろしくお願いします。ちょっと引き続きよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。